はい、今日もあなたと百姓天国、はい、本日は6月27ということでね、多分もうバッテリーがないので、これでもう多分切れるところまで最後ね、できるだけたくさん撮影したいなと思ってやってますのでね、ご理解ください。はい、何やってるかと言いますと、かぼちゃね、最後の有形小かぼちゃの一番反対側ね、一番端っこはこの防草シートとあのマルチ麦ということでね、今からマルチ麦撒くんですけど、マルチ麦をね、はい、これマルチ麦でね、手間いらずね、これはあのクリーンシーダーでちょっと撒いてみようかなと思いまして、これの方がもしかしたらね、省力化できるんじゃないかなということで、クリーンシーダーで撒いて、モアとかで一回こう刈るですよね、こういうふうに今こちら側でね、よいしょ、ワンワン出てきてますよね、こうやってね、今から行きますけど、最初のね、こっちの端っこはね、頑張って、もう、こっちはこうやってもうかぼちゃ大きくなってるんじゃないですか。なので防草シートとね、こうやって今マルチ麦もうこうやって出てくるじゃないですか。でこれを例えばね、クリーンシーターで筋巻きしてね、でこうやって出てきたら一回こうモアかなんかでちょっとね、背を高くしてね、低くじゃなくて上を刈るですよね、バーッとね、でやっとくとその残差でね、草押さえになって、でまたこう出てきてっていうのをね、あのこんだけ密にしなくてもいけるかなっていうのをね、ちょっとその辺を知りたいなと思ってね、あの、ま、手間いらずもね、こうやってこうどんどん使っていくとね、あっという間にね30キロぐらい使っちゃうんですよね。そうすると一袋が、1000円ぐらいしますので、それで3万ですよね。はい、まあまあまあ別に経費なんですけれども、それをね、例えば毎回3万、これ防草シートはほら買ったら10年ぐらい持つんですけど、手間いらずはこれ1回切りですから、そしたらそのね経費ということで考えると、毎回3万とか4万が飛んでくっていうのをね、別にいいんですけど、ちょっとあれかなと思ったので、これを例えば半分のね、30袋じゃなくて15袋ぐらい、1万ちょっとぐらいに抑えてね、こうやってあの筋巻きすることで、省力ができないかなっていうのをちょっとやってみようと思ってね。はい、まあいろんな人がいろんなことをやっているので、ちょっとその辺を参考にしながらね、かぼちゃの根間をこうやってね、クリーンシーダー走ってる人って結構いるので、まあちょっと俺もやってみようかなと思って、まあ一回ねこうやって草を刈らない、草というかマルチ麦出てきたやつを一回ちょっとねモアで走るっていう、ただ持ってきてね、今日ここやってこう管理するときに、どの道ね1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回ぐらいここ綺麗にこうやってモアでね、今草刈りしましたけどね、その時にこうやって来た時にわーっとこう走ってるところをこう一回こう行って帰ってくればいいだけのことなんでね、そんな手間じゃないじゃないですか。なのでまあちょっとそれをやってみてね、どんな感じになるのかっていうねところをちょいっとと思いましてね、はい、いろいろね新しいことをやっていかないと。はい、ということで9と14ね入れ替えて、株間をね16センチぐらいかね、で実際2キロで足りるかなって感じですけどね、だからいつも巻いてるのの半分ぐらいですよね、大体ね。なので半分でね良ければね、楽っちゃ楽なんですよ。手で巻くよりもこれでの方が楽かもしれないんでね、まあやってみてですよね、何でもそうですけども、いろんなことを毎年チャレンジしてねやってみないとわからないんで、よいしょよいしょ、ほからせほからせ、だからこっからね、この幅1メートルぐらいを4列ぐらいね、1,2,3,4 列で巻いてみて、ちょうどこの今のね防草シートの幅と同じぐらいね、つるがやっぱりこの辺まで伸びると思いますので、この防草シートの1メートルとマルチ向きで1メートルという形で管理をしようという、そういう作戦ですね。はい、でこの1メートルをこのマルチ向きのね手間いらずで管理できないかということで、よいしょ、まあまあしゅ、鼻水が出る、切ったらねすぐに入れてしまわないといけないんですけど、切れねえなこのハサミ、わさっと落としたら終わりなんで、はい、よいしょ、
おお、半分ぐらいか。半分で1列行けば、行って帰ってきてで1列であれば OK かな。これ入らないもんね。はい、しょ。落ちてるかどうか、どう確認したらいいのって話ですけど、まあいいや。はい、これでいきましょうか。落ちてますね。はい、これで1列ね、持てばいいかなって感じですけど、どうですか。よいしょ。手で巻くよりか確かにこっちの方が楽だからね。これで良ければいいんですけど、さあどうでしょうか。よいしょ。モアはね、僕の持ってるモアだと背を高くしてね、高さ調節して上だけバーッと刈れますからね、根こそぎ刈る必要はありませんからね。お、この感じであればあれだな、5列ぐらい巻けそうだね。そうだね、結構ちょっと密に巻いてもいいぐらいか。いい感じじゃね。ちょうどぐらいだね。はいはい、いい感じですね。よっこらせと、よいしょ、よっこらせ。はい、2列目2、3、4、5、5列ぐらい巻けそうですね。はい、2キロで巻くので、はい、ちょうどいいんじゃないですか。おうおうおうおお、あっという間にいっぱいになる。ひっくり返さないようにね。頑張れば5列 5ベッド巻けそうですね。はい、1、2、ちょっと隙間開けてね。確かにこれであれば結構省力化できますね。半分ぐらいで済むね。まあ昨今は本当にね、いろんな経費をねかけないようにっていうこと、多少やっぱ考えないとね。ガソリン代だとかいろんなことがもうね、10年前の倍以上になってるので、経費をやっぱりね、多少はやっぱり考えないと。またこの防草シートもね、まだ今年もまだ 100m 何本か買わないといけないんで、まあこれでもね、どうですかね、今年でこれで3年目に入ってきてますんで、石、よっこらせ、石を拾いましたと。そろそろね、3年目、4年5年でね、だいぶこう、なんていうんですか、よいしょ、よいしょ、はい、真ん中3列目、よいしょ、3、4、5、この辺だよね。はい、ということで今これで半分ぐらいでいける感じですかね。なんか引っかかった。よいしょ。お、減り始めたらあっという間に減っていくんだね。撮影できてますかこれ。まあこんな感じです。手間いらずね。お、撮影できてる、すごいすごい。皆さんどうやって手間いらず巻いてます？クリーンシーダーね、トラクターの後ろに引っ付けてね、マーク、大規模栽培になるともうそれしかないとは思うけど、僕の友達はね、そうやってやってますね。もう
多分かぼちゃだけで5ターン以上やってるともうそうなっちゃうよね。うん、いちいちこううねまに防草シートなんか貼ってられないでしょ。まあ僕の規模であればね、雪化粧かぼちゃ今年500ちょっと増やしましたけど、かぼちゃね結構売れるんでちょっと増やしたんですけど、まあねもうちょっと余裕があれば1000株ぐらいそうするともううねまはね防草シート貼るよりもこれでね管理ができればいいかなと思うんですけど、でもどうですかね。意外とあの水が溜まっちゃうとね、関東と違ってやっぱり多少ちょっとこっちはね、水が溜まると傷みやすいんでね、かぼちゃね、その辺がどうなんだって話でございましてね。よいしょ、はい4列目。あ、結構あれだな、余るかも。すごい、1キロでいけるじゃん。1キロでいけそうですね。じゃあまあ取っとくかな。奥までいけるかな。うわ、あっという間になくなるな。あっという間になくなっちゃうからやっぱ持たんね。あっという間なくなっちゃう、やっぱり減り始めたらあっという間だよね。持たんね。よいしょ、やっぱりちょっとね2袋目に行かない。まあでも結構いけるもんだね。はいはい、いい感じです。ようやくコツが見えてきましたよ。今日この後ねちょっと買い物行ってぬかの引き取りとかね。おお、あっという間に減るね、やっぱり巻き始めるとね。おお、危ない。おおお、どうすっかな。あと1列巻いちゃおうかね。1234、そうですよね、あと1列巻いて5列ね、あと残り巻いちゃいましょう。ゆっくりさよいしょ、その方が多分管理としては楽だよね。どうせ余ってんだからね。もうこれでマルチ麦もね、季節的にはもうこれ最後なんで。よし、よこらせ。はい、おお、なんか引っかかった。なんか変な出てきた。よいしょ、明日ね雨なんでね、きっちり発芽すると思いますから。もう1列行って帰ってこれるね。はいはい、
来年ねどうしますかね、この空いてるスペースね、じゃがいもちょっと組みたいんですけど、今年本当にじゃがいも良くなかったんでね、来年以降どうしようかなって感じなんですけどね。よいしょ、1,2,3,4,5,6 3列ずつで負けるということですな。はい、おうおうおうおお、はい、今日ちょっと夏用のズボンを買いに行こうかなと思ってね、ファッションセンター島村でございます。なんていい響きでしょう。ファッションセンターですよ皆さんねえ、百姓農園御用達ねえ、半ズボンが欲しいんですよ夏用のね。もう1、2年、2年、3年持たないですよね、すぐにもうビリビリになるので。はい、以上です。ちょっと余っちゃったけどまあいいやね。あ、疲れた。はい、ということでこれは撮影できてるんですか。止まっちゃってるけど、撮影できてなかったらごめんなさい。こんな感じでね、防草シートとマルチ麦でね、クリーンシーダーを使ってマルチ麦巻いてね、はい、こんな感じでかぼちゃのね、つるが伸びてきたらこの上でね、育英小かぼちゃがなると。でこっからね、秋冬のキャベツとか白菜をね、しばらくここで作ると思います。はい、こんな感じで、あとは葉物のね、太陽熱マルチとかがこの辺ズドンとね、そんなに広くないけど、まあ一旦ちょっとぐらいあるのでね、このスペースを使ってこれからね、秋冬栽培ね、はい、入っていきます。はい、ということで皆さんね、7月入ったらね、キャベツとか白菜とかね、キャベツブロッコリーあたりからねスタート、そして秋冬人参のね種まきが始まると、もう待ったなしの秋冬が、秋冬栽培始まるということでね、皆さん頑張っていきましょうね。はい、梅雨ですけどもね。それではまた。